人選手役です。今日はですね、まあ、一般的なね、そこらに、まあ、そこらにっておかしいけど、ジュニアのプレイヤーと、まあ、ある程度このレベルが高いというか、まあ、全国級のね、かなり上の方の、ジュニアとのね、まあ、大きな違いのね、一つですね。それについてちょっとお話ししたいと思いますね。まあ、ほぼほぼ、まあ、できてるんですけど、まあ、その上の方のジュニアっていうのはね。ただね、やっぱしね、大きく差が感じたのは、前に入った時の、この攻めるボールね。例えば、相手のボールが短くなった、短くなったボールに対して、気がつくのがまず早いのが一つと、それとね、そのボールをしっかりね、ミートして打ち切れるんですよね。こう、バチンというね。ところが、まあ、そうじゃない子っていうのは、こう、そこでなんていうのかね、こう、打ち切れないっていうか、決してね、この、バコバコ打てって意味じゃないですよ。バコバコさ、いますからね、ベーン、ベーンとか言ってね、で、弾に入って、うーとか言ってやってる人いるんだけど、そういうんじゃなくて、きっちり、バンってこう、ミートできるっていうかね、バカ打ちみたいなんじゃないんですよ。きっちりミートして、ポンと打てるっていうかね、そこがやっぱり大きなね、違いかな、今まで見てきてね。なので、例えば、よく、ライジングとか、愛にしたって、なんかこう、中でこう、恐ろろす合わせ打ちしてるとか、な、あと、なんかこう見てて、ミスするんじゃないかな、とかね、こう思うようなね、なんかこう、ハラハラ感、ドキドキ感があるようなね、そんな決めじゃないのね。なんか前入った時に、あ、もう決まるよね。あ、決まった。みたいな、こう、見る前のこう、安心感があるというかね。で、それでも本当しっかりミートしてるのね。で、これがね、やっぱりね、そういう子までに至らない選手ってミートできないんだよな、なんかこう、打ち切ってないっていうかね、この辺のね、表現が非常にね、なかなか曖昧なんでね、これビデオで見せてもね、多分ね、わかんないんでね、これやっぱり現物を見ないとね、そこになんか大きな差を感じるかなっていうね、感じがしました。なので、こう入った時のこの、なんか短い棒のね、ミートね、もうそこをちょっとしっかりやってもらった方がいいんじゃないかなと思うんだけど、やっぱりもうちょっとその前に、その短いボールに対してね、気がつかない子ってこう非常に多いですよね。で、なんでかっていうとね、やっぱりね、日頃の練習で多いのは、簡単にトゥーバウンドで打つ子ね、ラリーしてて、トゥーバウンド、普通にもトントンとこう、なんか何気なく返しちゃうのね。このね、例えば、2バウンドするようなボールってすごく練習になって、それを、例えば、いち早く気がついて前にこう入ってれば、前言ったらチャンスボールになる可能性があるじゃない?にもかかわらず、すごくいい練習になるボールにもかかわらず、横着したするのね。なので、もう、なんかこう、後ろでね、お父さんがさ、こうやってこう見える、まあ、練習見ちゃダメなとこもあるらしいけど、見ていいとこあったらね、こう見てね、もう平気でね、まあ、どうしようもない場合はしょうがないと思うんだけど、あれちょっとワンバンでも取れるなっていう風なボールって、間違いなくね、チャンスボールなんですよ。で、あれをね、平気で2バンでね、何回も何回もやってる子はね、おそらくね、そっからね、上にはなかなかいかないなって思うんですよね。結局、日頃の練習でしょっていうね、そんな感じなんですよね。なので、まあ、私もよく言うんだけど、トゥーバウンドする子はもう練習入れないよってことで入れてるんだけど、言ってるんだけど、やっぱりこう、全体の、なんていうかな、やる気もなくなるし、せっかくラリーしてね、自分がこう追い込んでさ、決めようと思ったら、もう追っかけないとかって言ったら、練習なんなんでしょ?これはもうはっきり言って、人に迷惑をかけてるからね、はっきり言ってね。だからもうそういう子はもうちょっと練習には来てもらってないんだけども、そんな感じね、こう、多少短い分の必死になって前入ってこう取るっていうね、そういうことがすごく大事だし、で、そこで返ってきたボールを、やっぱりなんていうのかな、その相方はそれをしっかりまたこう入っていって、こう決めていくっていうか、まあある意味チャンスボールが出た時のこう決め合いの練習になるから、そこで手を抜かれちゃうと厳しいのと、やっぱり平気で2番取る子は、おそらく前に入るのが遅いだろうなっていう感じなんですよね。で、やっぱり私らがね、このレッスンなんかで、こうよく、まあいろんなところの、まあジュニアもこういてね、言うんだけど、そこをね、あんまりね、なんかね、気にしてない子多いのね。ね、本番でちゃんと2番としないで走るからなんて思ってる子いるのね。
これもまずいですね。本番で走れないから。っていうのは、運動神経がね、自分の意識じゃなくて、運動神経の方がそれを覚えてるから、自分の意識では走ろうと思っても体って一瞬で動かなくなっちゃうの。ね。いつものトゥーバウンド覚えてるから。だから、そのトゥーバウンド、いつもトゥーバウンドしてる場面になったら、ここはトゥーバウンドだよねって、運動神経はね、そこで、ね、運動神経オフにしちゃうのね。だから自分は走らないと、走んないとと思うけど、足は動かないっていう現象が出るので、申し訳ないけど、本番で走りゃいいんでしょと思ってる子は、まあ、もう、申し訳ない。選手失格というふうに考えてもらっていいと思います。中にはね、こう、やっぱりこう、注意する場合があったのね、今のトゥーマンで走らないとって言ったら、もう、ブスッとこうする子ね、もう、あれをずっとされちゃうとね、もう、どうしようもない、しょうがないな。おそらく、いくら大人で、大人とはいえ、コーチもね、人間だから、もういいや、とこうなっちゃうわけね。お父さんお母さん一生懸命ね、高いレッスン料払ってね、こう、応援しようと思っても、本人がそんな感じだとね、どん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 、まあ、コーチも大人だから、表はあいがむりゅーなんか言いながらね、お前走れない、どうせ、とかって思ってるから、やっぱ、裏表やると思っといてね、そういう人たちはね、なので、もうあんまり、コーチなんかも揉めたくないから、なんていうかな、もう手抜いてる子っていうのはもうそのままほったらかしになっていくよというふうに思ってもらった方がいいですよ。まあ、お客さん商売だからね、そんなふうには、なんか、邪険にはしないけど、もうやめられたら売り上げ下がるからね。でもね。でも、まあ、注意で、トゥーバウンドダメだよって注意していても、ブソッとしてる子はっていうのは、どん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 ほっとかれるよというふうにこう思っておいてもらった方がいいと思いますよね。まあ話は変わるけどね、なんていうのかな。やっぱりテニススクール慣れしてるっていうか、やっぱりサービス業慣れしてるっていうか、で、まあ気に食わなきゃ他行ったらいいんでしょみたいな感じになってるから、まあ子供もそんな感じなのかな。だからもう注意されてもなんかブスッとしてるようなとかね、何にも言わないとかね、まあ最近そういうの多いですよね。なんだろう。そういうことをしてるとね、まあ、どうなるかっていうと、やっぱり、なんていうのかな、心底この子のために頑張ろうというふうにね、多分周りは動いてくれなくなるよっていうふうなね、ことがね、やっぱりこう言えなくなりますよね。なので、こう言ってくれなくなるのね。だから、そこがやっぱり、なんていうのかな、やっぱりこう短い分でもちゃんと取るんだよとかって言われても、そこで一生懸命頑張るとか、ちゃんといい返事するとかってなってくると、多少下手でもさ、ちょっと頑張れよってこう言ってくれるけど、なんかこいつも言ってもなんかブスッとするだけだよなと思ったら、多分そのままほっとかれていくんかなという、そんな感じがしますよね。そこは注意しておいた方がいいと思います。なので、やっぱりこの一生懸命走ってる子っていうのは、もっともっとコーチの方から、よっしゃ、もうこうやってプッシュだ、プッシュだってこう言ってくれるから、どん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 上手くなるし、そうじゃない子はやっぱりもうそれなりになるから、特にそのトゥーバンドボールっていうのはないがしろにされる部分があるから、なんていうのかな、もうちょっとこう一生懸命走る、そう走り取るっていう、その姿がね、やっぱり周りからしてもう気持ちがいいじゃない。ただ応援してくれる人がいる、多いじゃない。で、また短いボールもしっかりこうミートできるじゃない。そういう意味で、短いボールはね、しっかりと前に入って、打ち抜くと。バコバコって言うんじゃないですか。ちゃんと打ち抜くっていうね、そういう習慣をね、つけてもらった方がいいかなと思いますね。で、多くの子が、やっぱりなんていうのかな、なんかボコボコにやられたっていうわけじゃないのね。自分からこう攻めていってミスっていうことが多いのね。だからお互い攻め合ってミスしてるっていうのが、やっぱりこう、ある程度レベルが上がってきて、まあそうだね、府県大会の上位レベルぐらいになってくると、おそらくお互いこう、なんていうか、攻め合ってミスという感じだと思うね。で、やっぱりその、県のトップとか、そこから関西抜けて上に上がっていこうっていうのは、まあ、ほぼほぼ、その短いボールをしっかりこう打ち抜けるっていうか、打てるというか、まあ、そういうふうな精度がやっぱり高いということが、こう言えますよね。なので、やっぱり、とにかく、トゥーバウンドせず、短いボールは、こう、処理を、しっかり、こう、手を抜かず、やってくれ、もらえば、だいぶ変わるんじゃないかなと思います。ね。ちっちゃいことをちっちゃいのことの積み重ねだと思うんですよ。で、特にゴールデンウィークね、また、いろんなとこが集まって、いろんなとこを見てね、チェックしていけたと思います。ね。気持ちのいい返事と、気持ちのいい練習をね、期待しています。ね。豊泉さん、頑張ってください。